それでは続きまして、マレーシアのお隣の国、インドネシアから講師をお招きいたしました。We are happy to have our speaker from Indonesia, Dr. Chandra Setiawan. Dr. Setiawan was born in Indonesia. He received the doctorate degree in philosophy and education management in Jakarta National University. He received a doctorate degree in business management from Putra University, Malaysia. He served as the president of Indonesian Business Information Science University, as well as a member of Indonesian Human Rights Committee. He is also the founder of ICRP. Currently, he is the president of Prison University as well as the coordinator of Matakin. And he is the president of GPFIP. Dr. Chandra Setiawan, please start your presentation. Please welcome him with a big hand.おはようございます。Good morning. Good morning.、Yeah. おはようございます。It's my great pleasure and great honor to speak in front of you in this important occasion. 皆様にこの重要な機会にお話しできることを光栄に感じております。Thank you very much for the committee to invite me. そしてまたありがとうございます。ご招待いただきありがとうございます。And I will start my experience, share my experience as the Indonesian's conscience leader and also as the chairman of GPFIF また GPFIF の理事長としての経験もご紹介したいと思います。Culture of peace, evidence of 私のトピックはインドネシアにおける証拠、平和の文化の創生ということで、6 つの部分から分かれております。導入、そしてインドネシアの儒教の歴史、そしてブネカ・トゥンガル・ウィッカ、そしてワンファミリー・アンダー・ゴッドの価値観、GPF アジア太平洋地域、NU という組織とのパートナーシップ、そして GPV と呼ばれておりますグローバルピースボランティアのキャンプの成果、そしてまとめとしたいと思います。インドネシアは人口では世界第4位、2億4000万人の人口を抱えております。17,000 big, medium, small islands. いろいろなサイズの島、17,000 の島があります。そしてたくさんの言語、100以上の現地の言語があります。バーサ、インドネシア。バーサ、インドネシアという言語もございます。その誕生以来、インドネシアは平和な共存関係を大事にしてきました。多様性が共通の夢だったわけです。これがビンナカ・トゥンガル・イッカ、多様性の中の統一というスローガンに表されています。ほとんどのインドネシア人はイスラム教徒ですが、インドネシアはイスラム国家ではありません。イデオロギーはパンチャシラ、5つの原則で表されています。後で説明したいと思います。パンチャシラの第一の原則、これは唯一神の信仰です。全能の神、唯一の神の信仰、これが第一原則です。インドネシアは宗教の価値を心から賛美しています。宗教の自由を重要視しています。インドネシアの宗教省は6つの重要な宗教、イスラム、プロテスタント、カトリズム、ヒンズー語、仏教、儒教、これを対応していなくて、それ以外の例えばタオイズム、こういった他の宗教もインドネシアでは重要な扱いを受けています。スハルト era、スハルト時代には、I mentioned religion, Confucianism, is marginalized, was marginalized by Suharto regime. この宗教が特に儒教が排斥されました。Fortunately, we have also the Islamic big organization, largest organization called Nahdlatul Ulama. Nahdlatul Ulama という大きな組織がインドネシアでは非常に重要な役割を果たしており、
イスラム系ではあるいは NGO でも最大規模なんですが、インドネシアのイデオロギーパンチャシラを受け入れていました。パンチャシラ、パンチャシラ、the ideology of Indonesia. インドネシアのイデオロギーとして幅広く受け入れられていたために、want to mix the global peace in Indonesia.インドネシアの世界平和の努力、これを広げるための我々のパートナーとして、特に GPF アジア太平洋2010年のイベントの共催パートナーとして、私たちはこのナフダトゥーラマ NU を選びました。One family under God wというこのビジョンをインドネシアで Major multi-faith organizations in Indonesia. そしてこれは多くの宗教組織に受け入れられました。Such as interfaith cooperation, GPFF の柱の一つは、奉仕の文化の醸成であり、culture of service implemented in Indonesia and well accepted. これはインドネシアでも幅広く導入され受け入れられてきました。Back to the second part of my presentation about the Confucians in Indonesia. 次にインドネシアの儒教についてご紹介したいと思います。Actually, the 20世紀の初めに儒教組織がすでにインドネシアで設立されていたことが知られています。この最初の会議、これは1923年4月12日に遡ります。ジョグジャカルタ、ジャワ島中部に開かれたものです。そして1955年4月16日、サラ、ジャワ島中部ですが、ここでこの会議の名前が改名されました。このサラは日本でもよく知られています、ジャワ島中部の都市ですが、この組織がここで改名され、インドネシア儒教最高会議、マタキンとなりました。今でもこの名前を使っています。When Suharto became the president of Indonesia in 1967, he was the second president of Indonesia. He issued presidential instructions number 14, 1967, is now banning the Chinese culture in Indonesia.実践を禁止するものでした。この禁止は31年続きました。当然、儒教の信仰活動も禁止されることになりました。私自身、インドネシア儒教最高会議の議長として2期務めました。92年から98年、98年から2002年のこの2期に私議長を務めたわけですが、当時はインドネシアでは少数派でした。そこで私たちはイスラム組織との協力関係を確立することを決めました。イスラム教の指導者、著名な指導者がおり、アブドゥル・ラフマン・ワヒド・グスドゥール氏、後に大統領になったワヒド氏、彼は NU の指導者でした。これが非常に功を奏し、もちろん私たちも私たちの自由のための闘争を掲げ、非暴力運動を展開しました。つまり、この差別的な法律をどのように改正すればいいのか、検討し、戦ってきたわけです。スハルト政権は1998年に崩壊しました。98年に経済危機がインドネシアで発生し、スハルト大統領が辞任し、ハビビ副大統領が1年だけ大統領を務め、その後アブドゥル・ラフマン・ワヒド氏が98年に大統領に就任しました。
The presidential instruction number 14, 1967年に導入された大統領令第14号を廃止しました。31年にもわたって続いた中国文化の実践禁止が終わったわけです。表現の自由、これが獲得されたといえ、バヒド氏の大統領任期の間にも、例えば儒教信者同士の婚姻届の登録、あるいはアイデンティティカードの儒教への記載、あるいはそういった市民権の部分で十分な回復が得られないという点もありました。しかし幸いなことに、私はインドネシア議会の人権委員会の委員に2002年から2007年の5年間選出されました。インドネシア人権委員会の中で重要な役割を果たすことができると考え、平等の地位を回復するためのプロセスを手掛けることにしました。つまりイスラム教、プロテスタント、カトリック、ヒンズー教、仏教、これと同様の地位を儒教も獲得したいと考えたわけです。そして神の恵みで2006年インドネシアの儒教信者はその信教の自由を獲得することができました。他の宗教団体と同じように儒教も同じ地位を獲得することができました。これがまず前半で、次にお話したいのはビネカ・トゥンガル一家。It has been recorded in Indonesian history that all world religions were settled peacefully in their first arrival to Indonesia. For example, Islam came through the Muslims, merchants, and Sufi orders. Christianity through the missionaries. Islam 教についてはイスラム教にスーフィー教団が伝え、キリスト教は宣教師が伝えました。そしてミッショナリーがインドネシアに来て平和的に宗教を広めたのです。またヒンズー教はインドから来たヒンズー教徒の移民が伝えました。ヒンズーの寺院もインドネシアにあります。そして儒教と仏教は中国およびシンガポールから伝えられました。ボロブドール寺院もジャワの中部にあります。ぜひインドネシアに来たら最大の仏教寺院訪れてほしいと思います。シンガポール、中国から平和的にこれも仏教、儒教、伝えられました。このビネカ・トゥンガル一家、ビネカ・トゥンガル一家、is often loosely translated as a unity in diversity, but it literally means although in訳されることが多いのですが、厳密にはバラバラだけれども一つという意味です。実はオバマ大統領が2010年の11月にインドネシアを訪問し演説をしました。こう言っています。私が少年時代過ごしたこの国が多くの点でいかに変わろうとも、私がインドネシアを愛するようになった理由、憲法にも書かれている、またモスクや寺院にも象徴されているその理由はこの寛容の精神だと。ビンニカ・ダガール一家、多様性の中の統一の上に今も成り立っている。これがあるからインドネシアは世界の規範となれるのである。
And this is why Indonesia だからこそ will play インドネシアは such an important role in this, このような重要な役割を21世紀にも果たすことができるのだと言っています。世界のために重要な役割を果たすことができるということは私自身も信じています。The spirit of unity in diversity and the government of Indonesia facilitates the establishment of the fora for interreligious harmony. 宗教調和フォーラム、フォーラム、umat beragama, フォーラム、ペルクナム、ウマとベラガマの設立を推進しています。33の州、それから450の県と市。Their functions399箇所に設置されています。地域の宗教指導者を支援し、インドネシアにおける宗教間の調和の維持、また協力を推進することを目的としています。そして宗教団体同士の対話を促進しようとしています。このフォーラムのメンバーは各宗教団体の代表者であって、すべての宗教団体の代表者から構成され、地域社会が設立したこのフォーラムは地方政府も支持しています。Interreligious group relations have been dealt with and resolved by this fora. 宗教団体の関係に関する多くの問題がこのフォーラムで討議され解決されてきます。4番目に進みたいと思います。これはワンファミリーアンダーゴッド、神のもと一つの家族という価値観ですが、パンチャシラの第一原則は全能の唯一神への信仰です。インドネシア人の生き方、国家的なイデオロギーともなっています。グローバルピースフェスティバル財団のビジョンでもあるこのワンファミリーアンダーゴッド、Regardless of race, つまりこれは人種、宗教、部族、民族にかかわらず、全てインドネシアに受け入れられるものです。ですので、このビジョンのもと、ジャカルタで行われたグローバルピース、ナダトウラマ、イスラミック、グローバルピースフェスティバル、アジア太平洋のイベントにおいても、多くのカトリック、イスラムとの支援を受けることができたわけです。そして一方、私たちのパートナーシップを持っているナブダトゥル・ウラマ、NU は会員数5000万から6000という大きなイスラム教組織です。社会教育機関としても、この国で非常に重要な役割を果たし、イスラム学校1万8000校を含む社会機関などネットワークを運営しています。3つの重要な柱をこの組織は掲げています。タワスース、これは中道、正義の原則に基づいて極端なやり方を避けようというものです。2番目の柱がタサムー、寛容、寛容な態度、異なる見解を尊重しよう、そして社会や文化のアイデンティティの多様性を守ろうというものです。次にタワズーン、均衡、バランスの取れた態度、人間と神の間だけではなく、人間同士でその間でも調和を取ろうというものです。NU の代表が語ったように、このグローバルピースフェスティバルアジア太平洋、これはイスラムの協力をしたいと、そして平和と調和をインドネシア社会にもたらそうとしています。世界社会にもそれをもたらそうとしているのです。私たちの継続的な若い人向けのプログラムがあります。グローバルピースボランティアキャンプ、グローバルピースボランティアセミナー、パワーオブルピアトレーナー訓練、ヤングリーダーサミット2011、これも行いました。そしてコミュニティドリブンデベロップメントリパレーション、インドネシアヤングチェンジメーカーズサミットなどです。写真を何枚か用意しています。その活動を示すものですが、
ナブダツル・ウラマ、N. ユートのパートナーシップです。グローバルピース財団の会長のお宅にお邪魔し、その時から協力が始まったというものです。This is the interfaith prayers when we do the when we did the Global Peace Festival in 2010. ファンデーションアジアパシフィック2010年の時に行われたマスディ博士、事務局長ですが、ウラマ NU の事務局長の平和の祈りです。またフィリピンの議長も当時出席してくださいました。グローバルピースフェスティバル財団からも参加者がいます。これはパワーオブルーピア。インドネシア人材省の大臣モハイミンド氏も参加しています。モハイミン博士は重要な著名な心理学の学者です。And this is the Vice President of Indonesia, Professor Dr. Abu Dino, Chairman of the Global Peace Festival Foundation, and also the Chairman of the Lama Ajiru. This is Global Peace Youth Shito Tomoni Inauguration 2012.西ジャバです。グローバルピースボランティア活動。ヤングリーダーズサミット。ヤングリーダーズサミット2011年。200人の若いリーダーがインドネシア各地から選出され、700人応募があったということですが、200人選ばれてこの活動に参加しています。This is leadership training. We do リーダーシップトレーニングの様子です。Training for the trainers of power of これはトレーナーの教育です。パワーオブルピアの担当者です。また2012年12月のジョグジャカルタのユースフォーラムです。This is community driven development. コミュニティベースの開発。Indonesia Young Maker Summit. インドネシアヤングチェンジメーカーサミット2012年に行われました。This is all the young leaders.若いリーダー、ビジネスリーダー、サンディアング・ウノさん、ゴリスさん、ソーシャルサービスアワードを受けた GPF のイベントにも参加しています。グローバルピース・ウォーマンの準備、マレーシアのグローバルピースウーマンの支部です。さて、最後になりますが、Confucian ways dreams of becoming a chunchu. 儒教では君子になれと言っています。深淵な人間、紳士になれというわけです。特定のグループや党派に縛られることなく、愛の実践者とあれ。Within oneself spreads the love, which shows that the loyalty to Tien, God, is to love other people. 神に忠誠を誓うことは他者を愛することだと考えるわけです。他者を兄弟姉妹として信頼し、考えが異なっても宗教が異なっても協力することができる。政府あるいはどんな政党でも人権を剥奪するもの、差別するもの、あるいは不寛容を広げようとするもの、暴力を拡大しようとするものと戦うのだと。ですからこの宗教団体の中でも教育や災害救助活動、貧困の軽減、雇用の促進、環境問題への対応、また薬物の撲滅、そういったプログラムを設定することが重要であり、同時に家族の価値を促進することを共通の基盤として、つまり宗教間のパートナーシップの共通の基盤として掲げています。
explicitly 人生を変えるような経験、特に友人、友情、理解、調和的な統一の架け橋になるような経験の中で、宗教や民族、社会的途中障害という障害を乗り越えて若者を教育していきたいと考えています。ありがとうございます。どうもありがとうございました。 Thank you very much indeed. インドネシアの歴史を踏まえて現在展開するグローバルピースフェスティバルの活動についても学ぶことができました。 Dr. Setiwan told us about the activities of Global Peace Festival. Ladies and gentlemen, please give Dr. Setiwan a big round of applause.